パンチャーヤト制は、インド、バングラデシュ、パキスタン、ネパール等南アジアの政治制度。パンチャーヤット、パンチャーヤット、ポンチャイトとも。パンチャーヤトとは、本来、5人の賢い尊敬されている年長者の会議が、村落共同体から選ばれ、その決定に従うという意味である。伝統的に、これらの会議は、個人同士や、村同士の争いを収めてきた。 長老会議制。バングラデシュでは、ポンチャイト。本来は、インドの政治制度であったが、ネパールのマヘンドラ国王は1960年内閣と国会を停止し、1962年12月、憲法で独自のパンチャーヤ党制を導入し、複雑な間接民主制により、自らに政治権力を集中した。ネパールでは、 1990年民主化運動の高まりの中でこの制度が廃止され、国会が再開される。28年間続き、ネパールの民主化の足かせとなった。1962年憲法に定められた、ネパールのパンチャーヤと制度は次のようなものであった。一切の政党活動は禁止。市、村など基礎自治体のパンチャーヤと議会のみ直接選挙で選ばれる。 市村の議会メンバーが、軍パンチャーヤと議会議員を選ぶ。軍パンチャーヤと議会議員が、国家パンチャーヤと議員を選ぶ。国家パンチャーヤと議会にはこのほか国王任命議員、階級別議員が選ばれた。首相、閣僚、知事を任命する権限は、パンチャーヤとにはなく、国王が任命した。なお、九百八十年には、パンチャーと政を尊拝を決める。 国民投票が行われたが、この時は、僅差で存続が決まっている。この時、憲法が改正され、国家パンチャーヤとの直接選挙が決まったが、政党の自由は認められなかった。1990年の民主化運動は、複数政党制の復活とともに、パンチャーヤと性の廃止を求めて戦われ、多くの犠牲の上に両要求は勝ち取られた。ありがとうございます。